8月29日木曜日の朝、エクスプレスです。先ほど、アメリカでは、nvidia が決算を発表しました。世界のマーケットが nvidia 町でしたよね。いや、本当にそうですね。あのアメリカの取引終了後、えー、決算発表しましてですね。まあ、今週、まあ、我々もですけども、世界中でどれだけ、えー、この言葉、nvidia 町を使ってしまったか、と,たかということなんですけれどもこれ、ね、変な話、株式市場だけではなく、金利とか為替のマーケットでも。 見守,る見守るとといいうようよな雰囲気だったと思います今時間外の動きを見ていただいてますけれども7%下げなんですよね、あの直後8、8%前後下落する場面がありましてその後かなり下げしぶるところ時間帯もあったんですけどまた少し下げてきているでこの時間帯、一言だけ言っておきますと決算は素晴らしいです、実績も予想もマーケットのコンセンサス、まあ、上回っていると。 ということなんですが、まあ、あのこれまで n b では高い期待値をはるかに上回る決算で株価が上昇してきたと四半期ごとにマーケットにインパクトを与えてきたというところからすると業績というよりはその株価の反応とか モメンタムみたいなものがちょっと変わってきてるんだろうなということは感じます。はい、まあこれは今日の日本市場にもあの大きな影響を及ぼすということだと思いますね。ですね。使用歳数については昨日反落していました。ご覧の通りです。ダウ平均が0.3%の下落、ナスタックについては1.1%の下落となっていました。そう,そうですね。あのまさに日本取引の方も。 エヌビデア待ちということだったわけですがその引き後の反応がこういうことですので、うん、ちょっと今晩のアメリカ市場を期待しにくいなという展開ではありそうです、ね、シカゴ市場の日経平均先物を見ても逆風となっています生産地よりも現在200円以上安い水準なお昨日大阪取引所が 38, 3万8370円で終えていましてその水準を下回る展開です。うん まあ逆風は逆風なわけですけれども、まあ、3万8000アラウンドというところでいくのかどうかですね、うん、ちょっとまた時間帯的に神経質な時間帯に入ってくるなという感じがしますけれども今日ちょっとここでダウチャートを見ておきたいんですけどね、はい、直近最高値をつけましたそうなんですあのこの8月の月急落があってから まあ思いのほかなのか、まあ、もしかしたら予想通りなのかはしませんけれども、まあ、急ピッチで戻ってきてダウがいち早く高値を抜けたわけですねで高値もみ合いというところ、まあ今日のエヌビディアの決算あるいはマーケットの反応次第によってはここからもう一回ラリーということがありえたかもしれないんですけれども、まあ、夏場ですし大統領選のある年でもありますしという雰囲気になってきそうな、まあ、朝方の雰囲気ではありますけれどもね。 ここからは米国株ピックアップ。気になるアメリカ個別株のニュースをお伝えします。ここでもまずは NVIDIA を取り上げます。NVIDIA が取引終了後に発表した5月,5月から7月期の決算は、売上高が前の年の同じ期に比べ2.2倍の300億4000万ドルとクイックファクトセットがまとめた市場予想を上回りました。市販機として過去最高でした。 8月から10月期の売上高見通しも市場予想以上でしたが時間外ご覧のとおり7%安です、うん、今あのファンドガレージ大島さんからもですねその初期反応だけではちょっとわからないというご指摘もありました本当にその通りだなというふうに思いますで業績については、まあ、今ご紹介した通りで売上高利益ともに2倍を大きく上回るそして予想も上回る、はい、先々の予想あ見通しも 予想上回ると、まあ、ごく一部にものすごく強気な人がいたということはあるかもしれませんけどもね、はいで、ちょっと追加の情報で申し上げますと、はい、自社株買いの500億ドル追加承認という発表をしています、サプライズというほどではないですけども、1つ、その需給的な安心材料だったかなということ、うん、それからマーケットの1つの焦点は、次世代半導体のブラックウェル、はい、この出荷遅延があるんじゃないかと、遅れてるんじゃないかという話なんですが、決算発表に合わせてですね、ブラックウェルへの増産については、11月今年の の11月から25年1月期に始まって同四半期には数十億ドルの出荷を想定しているという見通しを示しているんですね、まあ、あの大きく遅れるみたいなことではないと思いますので、これも1つ安心感かなというふうに思えるんですけれども、なので私自身はこの,この時点ではマーケットの反応、モメンタムの方にちょっと変化があるという感じがしますけれどもね。NVIDIA ののの時間外この時間間外こも7%以上の下落となっています 次は通常取引から1つ取り上げますカジュアル医療チェーンのアバクロンビーフィッチです株価急落しました28日朝に発表した5月から7月期の決算は人株利益などが市場予想を上回り25年1月期通期の売上高成長率の見通しを引き上げましたえ、ただ株価が去年の末から9割近く上昇していたということでこれは出尽くしということなんでしょうか あの最近、株価の動きが非常に注目された企業で90年代にものすごく流行ってでちょっとしばらくお休みしてたんですけど復活、お帰りなさいみたいなところだったんですね株価はものすごく上がってまして23年にほぼ4倍今年に入っても上昇ピッチが強かったということです東海東京の中川さんなんかがねあの何度とかご指摘いただいた銘柄なんですけどまあそういう意味ではあの業績失望ということではないとは思います。 あの前は以前は白人のファッションリーダー向けというイメージだったのがいろんなその人種多様性を重視したラインナップに切り替えて、うん、若い世代にも受けているということですちょっと株価の動き急ですけどもねその前の上昇も急ピッチだったということではないでしょうかアバクロンビーフィッチ17%近い下げでこの日の取引を終えました米国株ピックアップでした時刻は9時です東京市場今日の取引が始まりました 日経平均株価は二百五十一円の下落です。三万八千百十九円九十五銭でスタートしました。日経平均は三日ぶりに反落していて、現在の下落率は零点六パーセントほどです。トピックスです。二千六百八十三点六二でスタートしました。零点三パーセント安、三日ぶりの反落です。J. P. X. 日経インデックス四百。 2万4610.54でスタート、0.3%の下げ、3日ぶりの反落です。東証グロース市場250指数658.53でスタートしました、0.9%の下落と続落です。東証プライム市場指数0.3%安、3日ぶりの反落。スタンダード市場指数は続落し、この時間0.3%の下げ。 グロー市場指数は0.8%安と続落しています。円相場、ドル円は144円39銭から40銭、ユーロ円は160円60銭から64銭です。 ではよりつきをの状況を改めて見て見いきましょうトピックス指数よりも日経金株価の下落率の方がちょっと大きくてで日経金株価の中でも現物よりも先物の,の方の下げ率がちょっと大きくてとあの日経金株価に影響の大きそうな半導体の値さ株少しまだ寄りついていないところがありますのでまずはその半導体関連あのネガティブな初動ということだと思うんですけれども、まあ、これが 全体にその半導体グロースセクターからではにとどまらずの売りなのかあるいは、じゃあこっちを買っておこうというような動きなのかちょっとね日本市場の反応も注目されるところだと思いますけども尾崎さん、まず初動の印象いかがですかね。 そうですね。まあ半導体関連アメリカ市場で NVIDIA 以外もね、時間外で下げているという動きもあります、ね。銘柄ね、はい、はい、ありますので、あの東京市場でもまあ東京エレクトロンとかまだ売り気配で寄り付いていなかったり、はい、アドバンティストも同じく売り気配となってますね。こ,この辺が寄り付いてくると、次第に日経平均ももう少し下げ幅拡大するというような感じにはなってきそうなんですが。うん でも必ずしも全面安というわけではなくて、ね、結構買われているセクターも、えー、多く見受けられますので、まあその一方的にどんどん下げるというような展開には今のところまだなってないかなっていう感じですかね。うんえー、主力の5銘柄ちょっと点検しておきます。今もありましたけれども、アドバンテストとかあるいは東京エレクトロンといったあたりまだちょっとギャップがありまして2倍ぐらいかい あの売り注文が多いですかね。少し寄り付きの時間かかりそうな感じです。えー、こちらでもレーザーテックやディスコ、気配を切り下げるという状況です。えー、トヨタは昨日ね、商いを伴った急伸が目を引きました。まあ、一服ですけども、昨日の上げを考えるとまあ、あの小幅安程度かなという感じではあります。では日経平均採用銘柄ヒートマップ見ておきましょう。 まあやっぱり青が多いですね青が下落赤が上昇ということなんですけどもまあ、ご紹介しましたように半導体関係まだ寄り付いていないものが多い感じです電子部品なども含めていわゆるハイテクどころはおおむね青下落でしょうかねそしてもう一つ自動車セクタートヨタ小幅安ぐらいですねとご紹介しましたからがセクターで見てもスズキとヤマハ発動機を除いてまあ、結構売られてるという感じですそれから金融も見ておきましょうか 銀行系がちょっと弱いですね。一方で損保とか、生損保のあたり、まあ、堅調ということですが。尾崎さん、ど、どんな印象ですかね。そうですね。ちょっと銀行が売られる一方で、生損保がいという。そうですね。ここ、ちょっと、あの、あまりない動きなんですけども。そうですね、ちょっと、ちぐハグかなっていうところも、見受けられますね。ね、はい。それから、尾崎さん、近い方だと、薬品関係なんか、比較的、あの、セクターとして。 赤上昇している感じありますすかねそうですね医薬品株、結構なんか最近、えー、なんか新薬への期待とかそういうのもあるみたいでかなり業種としてあの大きく上がっているみたいですね、うん、業種別での、えー、指数でいうと4年2か月ぶりの高値を昨日つけていたみたいですね、<ー>業種別の日経平均株価の医薬っていうのがあるんですけど。 かななり高くなってます、ねはいいわゆる半導体の主力どころ弱くてまだ気配のところも多いんですけれども、まあ、保険ですとか銀行ではなくて保険なんですねあるいはカ運とかあるいは医薬品セクターというわけで売り優勢ではありますけど全面安ということではなさそうです。